決めるぜ。今日で、今日で絶対にブロリーの、いや、楽しみすぎる。ブロリーのゴールドゴッドレオ。前回は一箱しかチャンスがね、なかったけど、今回ね、5箱もあるから出るでしょ。これで出ないってこと、いやもうこれで出ないと俺どうなっちゃうわかんねえよ、マジで。これで出ないと俺の握力がお前、どうだ、いや、絶対出る、大丈夫だよ。自分を信じろ、絶対出る。5箱もあれば、ライフ5だから、ライフ5箱だからね、もう絶対出るでしょ。イメージトレーニング、絶対行くぞ。光り輝く、ゴールドゴッドレブルパワー飛ぶぞ。パワー、しかもさ、ゴールドゴッドレアだけじゃなくて、スーパーゴッドレアもね、出さなきゃいけないというミッションだわ。やべ、これかなりのレア枠だから絶対これ簡単に出ねえわ。もうなんか前回の感じで分かったもんな。いや甘かった、前回はね、一箱でさ、たった一箱で出そうなんて甘かったけど、今回大丈夫、絶対大丈夫、絶対1切れ、来てくれ、1切れ、やべえ、何この緊張感、めっちゃ高まってきてる。これブロリー来るだろ、これで来なかったらもうおかしいよ、これ。この高まりで来なかったら、この高まりをしょっぱながら被りまくっているという、この。このパティーン。このパティーンは出ないパティーン、あるパティーンになってピッコロさん初だな。前回で、お、いいなぁ、かっけ。めっちゃ迫力級じゃん、ピッコロさん。ブロリーが出たらコンプできると思うんだよね。ブロリーが絶対最後に残ると思うんだよなぁ。こいつが問題。こいつが出るかどうか。いや、絶対出すんで。ブロリーバーバーダッキーな、何枚来ておけ、バーダッキー超かっけ、何枚来ておけ。セリーパーもいたろな、バーダッキーチーム全員ラインナップしてほしかったよね。バーダッキーは何回も来てるけどさ、かぶり、やべ、かぶり地獄と、まあ、前回結構ゲットしたからね、そうだよね。それかぶるよな、もうかぶる、もう絶対もうこれは大丈夫、これは大丈夫、これはもう全然ほらかぶり、全然大丈夫、全然大丈夫。もうね、前回かなりゲットできてるから、それはかぶるわなという。はぁ、やべ、一箱目でブローリー出したいわ、もう。一箱目でブローリー。一箱目でブローリーパワー、かぶり地獄に入ってる。かぶり地獄に。やべ、もう手振り出せよ、私。なんで緊張しちゃって。お前さ。あ、ちげえ。昨日追い込みすぎたから。思い出した。昨日バチコン追い込ん。やっぱ握力だな、握力だわ、もう握力で始まり握力で終わるという、やっぱ握力だ、男は握力、もう握力だな、男は握力だろ。握力ポーズしてるし、やっぱつかやばくね、デザイン、もうめっちゃかっけ、赤いバッグ超よくない、赤いバッグ、あと箱押し、うわー、握力ポーズのブロリー、よしよし、めっちゃいい感じだ。これであと1枚だもんね、ブロリーね。SGR のブロリーパワーゲット、しかも1箱目でこれ来るだろ、この調子ゴール。いや、ほんとかっけえ、やばい、ほんとにかっこいい、どうしよう、なまだ涙取っとけ、涙取っとけ、心の汗取っとけ、まだゴールドに嬉しい、でもちょっと待って、ほんとに嬉しい、どうしよう、死ね、やばい、マジで嬉しい、やばい、マジで嬉しい、 SGR 来た、よし、あとここ、あとここ、ゴールドゴッドレ、いや、ゴールディ来るかな、ゴールディ、ゴールディめっちゃ怖いんだけど、ゴールディ頼むぞ、多分ゴールディ、ゴールディ、ゴールディ頼むぞ、ゴールディ、ゴールディ、ゴールディ、いや、まあ、なんかちょっと待って、はぁ、一箱目でブロリーは来てるから、あとブロリー2、3枚来てくんねえかな、あとね、箱、あとの箱でさ、来てほしいよね、ブロリー、かぶり出てほしいよね、あとゴールディ、ゴールディとか、2枚とかねえだろうな、10箱にさ、1枚とかかな、そんなんだったらちょっと今日もきついと思うんだけど、いや、これ前回ゲット、かっこいいよな、ベージット。このベージット本当ですね、今回のこのシールのデザイン、超かっけえわ。裏のね、銃もいいしね、裏のセリフもすげえいいし。はぁ、初だ。グレートサイヤマン、ああ、やった。グレートサイヤマン来た。私は正義を愛する者、グレートサイヤマンだ。ありがとうございます。しかしだ、しかし違うんだ。俺、ゴールディーを、ゴールディーを、ゴールディー頼むぞ、ゴールディー、ほんと頼むぞ。いや、やっぱブロリーダンチだわ。他のさ、メンツとかすげえ嬉しかったんだけど、やっぱブロリー出てきた瞬間に全部消え去る。ブロリー出てきた瞬間に全てを消し飛ばすね、あいつ。かっこよすぎ。異次元。あいつこそ異次元に生きてんな、ブロリー。すげえ、やった。いや、さっきさ、ちょっと握力、そうだよ。握力やったら来たから、握力。これゴールで行くんじゃないか、やっぱ握力だろ、男は握力。あ、そう。魔人ベジータ、破壊王子、魔人ベ。めっちゃかっこよくねえ、これ。
これキラでいいのに、なんでノーマルなんだろう。これキラでいいじゃん。サラバ、ブルバ、トランクス、そしてカカロット。おお、来るわ、めっちゃ来るな。裏のセリフもいいよね。ほんとこれセリフのチョイスも最高だわ。そしてもゴールディじゃない。ゴールディ裏どうなってんだろう。え、パワーブロリーでしょ。ゴールディブロリーパワーでしょ。ちょ待って、これなんじゃこれ。初、前回ゲットできなかったドレイの、ドレイのご、うわすげえ。めっちゃかっけ、なんじゃこりゃ。これがスーパーサイジン3だ。 GR 超、やっぱ3超かっけえな。ドレイなんだこれ、ふざけんなよマジで。お、バカ野郎お前。ブロリーの次にドレイの悟空とかもやめてくれよ。ほんと全身の筋肉がもう筋トレしたくて荒ぶるじゃないか。もう落ち着けや、俺らの筋肉たち落ち着け。まずはゴールディだ。まずはゴールディをゲットしてからトレーニングだろな。トレーニング分かってんだろお前らな。ゴールディを見ながらトレーニングだろお前。バカ野郎お前、男のたしなみじゃねえか。やべえマジこれ、ちょ待って、ワンパコ目でゲットできないかもしんない。あと3パッキーか、これ入れて。やべえ、いやーワンパコ目で痛い。いやでもブロリー SGR 来てるかな。 SGR 来てるから2枚目、よし、貴重なブロリーチライ。ありがとうございます。ブロリーチライ、ブロリーチライな、ブロリーチライ素晴らしいな。チライ可愛いな。ほんとチライのフィギュアマジ出てほしい。早くブロリーと並べたいんだよね。チライとブロリー、もうチライブロリーほんといいわマジで。お似合いですよね、お似合いですよね。さっとベジータ、これ前回最後に来たよな。あれ待って、そう最後だった。キッカーがもう2枚目だけどね、2枚目だけどマジで嬉しい。やっぱ何枚着てもいいわベジータは。ほんとだっけ、やべやべ、あれマジで、あれマッチ、え、1箱目で出すんじゃないのお前。お前頼むぞお前、ほんとに。マジ2箱目3巻、うわー、戦い伸ばしたくなかったな。もうなんかね、進むたびにプレッシャー半端なくなってくんだよね。うわー出なかったー。しかしながらブロリーは来てっかんね。ブロリーはもうゴールディーは来なかったけど、ブロリー来てっからもうかぶり狙えるからね、この箱から。なんとまさかの、しょっぱなブロリー来てくれたからさ。やったかぶり狙える。あのブロリーほんとマジで、かぶりも欲しいからね、かぶりも。頼むぞ。しかしゴールディ、最初にゴールディ、最初にゴールディ、最初にゴールディをゲットして安心してからかぶりを狙って。いや、この箱で出してゴールディ、頼むぞゴールディ。ちょっと並ぶゴールディ来てくれ。頼むぞ、ほんと頼むぞ。ゴールディ頼む。ゴールディブロリーパワー。いや、これ、そうだ、握力パワーやったら来るかな、あいつ。やっぱあいつも握力の申し子だからさ。握力、よし。流れが来てるから、頼むぞ。ゴー、握力。バラッキーな、バラッキー。いや、かっこいいな、バラッキー。バラッキーかっこいいんだけど、セリパマジ欲しいんだよな、セリパ。トーマとかも欲しいよね、トーマとかも。セリ、でも一番やっぱセリパだけどな。セリパが欲しいけどな。はぁ、頼むぞ。さっき右半分でさ、ブロリパワー来たから、ちょっと、右半分期待してんだよね、ブロリパワー。ゴジータ !2 枚目やっぱこれ被り欲しかったんでね、スーパーサイヤ人のゴジータ SS、SS ゴジータ、よし、SS ゴジータ。スーパーサイヤ人のゴジータからの、ブロリでしょ。ゴールディこののほほんとしてる絵柄ほんと大好きだわ。ベイとブーとね、サタン、最高だよな。頼むぞ。ブロリーとかもほんとさ、フォトカード、あの、ブルーレイについてはフォトカードみたいなデザインとかめっちゃ良かったよね。ああいう感じのやつも欲しいわ。ほんと、なんかのほほんとするシールデザイン。めっちゃ欲しくね。あ、次の段とかで来るかな。ブロリーとチライのシールめっちゃ欲しい。そっといて、落ち着け、取り出すやめろよ、お前。取り出すよ、そっといて、ダメだ、ごめんね、やったマジで、まだ200個目だぜ。え、かぶり狙いんじゃん、これ。かぶり狙いんじゃん。え、てかさ、あのさ、デザインこれ、やばくねえか。え、なんかレインボーなんすけど、全然違え。え、イメージと全然違うんだけど、ガチで。レベルが、違いすぎる。おぉ、すげえ、めっちゃかっ、やべ、これ絶対ゲットするしかない。もう、これ、
敗に、もう全世界のブロリストはもう間違いなくゲット、グッグッ、マスト、マスト。裏どうなってんだろう、裏。おっ、ブロリー、パワー、数値書いてある、9600。うーわ、GGR。初の GGR。おー、やったぜ、これパワー、ありがとう。やっぱ握力だわ、男は握力だわ。輝きがちげえな、もう団地だわ。他のもう全部蹴散らしてるもんね。超絶かっけ。あとはまあ何枚出るかだな。つかこれ簡単に出るかも、もしかしたら。今のところは SGR のブロリーが2枚とゴールディのブロリーが2枚という、この2枚ずつ出るという奇跡ブラコ奇跡ブラコレベルマックス街道まっしぐらというね。で、最後の箱。この、やっぱ出やすいわ。今回ブロリー出やすい。マジすっげえ出るもん。バンバン、こんな出やすくていいんかね、ブロリーね。いや、ほんと戦いになると思ってたんだけど、全然戦いにもならんかったな。余裕で勝ってしまったわ。ブロリー。ブロリー余裕で勝ってしまった。いや、もう、あの、ワンボックスに、今まで開けた感じだとさ、ワンボックスに SGR1 枚じゃん。まあ、入ってたら1枚で。その SGR がなかったらゴールディが1枚というパティン。だけど、ダブルで入ってるってことはないんだね。SGR とゴールディ。いや、ダブルで入ってたらすげえ嬉しいんだけどな。ダブル、なんか最後の箱でさ、このラストボックスで最後に、その、ね、奇跡を起こしたいよね。いや、でもなんかそういう仕様なんだと思うね。やっぱ、そういう仕様だわ。ゴールド1枚か、SGR1 枚。それがどっちもないかというパーティーンじゃねえかな。いやでも今回余裕で出せてよかった。ダブルでゲットできたからな。ブロリーパワーダブルだぜ。いやよかった、ほんとよかったわ。いやもうこの50ターンもたくさんゲットできたしね。かっけースーパーサイジ SS のさ50ターンも、でも50ターンブルー 1枚しかまだ来てないんだよね。50ターンこの最後の箱で、あでもだったらブロリーがいいな。 SGR SGR 枠はブロリーで使いたいよね、やっぱね。ゴジータブルー1枚。まあ、でもコンボには必要なメンツだから1枚はゲットしておきたいから、ゴジータブルーはね、うん。1枚は OK と。もうコンプできたから、まあ、それはそれで OK と。あとはブロリーをど、ガチでか。こんなバンバン出んのかい。こんなバンバン出んのかい。ブロリー3枚目。もう簡単に出るわ、今回、ブロリー、このゴールディ。お前結構余裕だな。マジでか。うわ、すげえ。この輝き、やばくねえ、マジで。こんなかっこいい GGR、こんな簡単に出ていいのこれ、マジで。これもっとさ、5000枚ブロリー的な感じの方がいいんじゃねえか。ねえ。もうほんと5000枚、いや、あれぐらいの戦いになると思ってたんだけど、正直覚悟は してたよ。正直ね。なんちゅう輝きレベル、これ。ブロリーのゴールディ3枚だぜ。トリポ。まさかこんな出るなんて思、もう出ても1枚。ギリで出て1枚みたいな感じで思ってたのに。マジでか。超かっけ。しかも SGR もダブル来たしね。っていうか SGR よかゴールディの方が多く来たというこの奇跡ミラクル、レベルマックス。もうこれ外伝レベルマックスだ。ほんとすごい展開になったな。ということで、今回のドラゴンボールウェアズ、つわものたちの超決戦。大勝利中の大勝利というね、展開で終わることが、幕を引くことができたぜ。ありがとうございます。いやー、こんな出るなんてな、ゴールデン。これ、出やすいぞ、マジで。これもう初登場とか、なんかもう、バンって出てるけどね、余裕で出るわ。いやー、もうちょっとでも確率下げてもいいんじゃねえかな。そっちの方が楽しくね。っていうかさ、またやってほしくね。5000枚、500枚。全世界に500枚のブロリーを仕留める。めっちゃ楽しいぞ。いや、超辛いと思うけど、ワクワクするもんね。戦いてぇ !5000 枚の時みたいになんか、やっぱ戦いたい自分がいるんだよね。まあ、ブロリー来てくれっていう気持ちもすごくあるのよ。めっちゃあるんだけど、やっぱ戦いの末にゲットしたいって、なんだこれ。何この気持ち、これ。もう早く今回みたいにたくさん出てくれたら嬉しいはずなんだけど、戦いたいという自分がいるんだよな。開けてる時はさ、絶対出てくれって思ってんだけど、こう簡単に来られると、なんかね、戦った感がないから。いや、でも嬉しいよね。自分でゲットしたことには変わりないので。いやー、すげー輝きだぜ。ありがとう、ブロリー。トリプルゴールディできた!やった!それでは、また次回、無事にコンプできたからね、今回は。いやー、今回コンプできてよかったー。